はいどうも、かっパんちょです。じゃあ、この動画でオリンピックの話をちょっと見ていきましょうかね。えー、オリンピック、なんかこのフランスの,このフランスの様子、当たり前ですけどね、フランこの競技そのものっていうよりは、そのこのパリ五輪をこの取り巻く環境、なんか全体の様子っていうんですかね、うん、なんかちょっとトラブルというか、バタ,バタうん そもそもなんかこのオリンピック現地フランスで思った以上に盛り上がってない,いやそりゃそうだよだってあのセーヌ川でさこの人たち何やってんのかなって、ね、え普通になんかあの用足してさ汚してなんか,あのなんかよく分かんないデモっていうの、ねえうん、大便小便垂れ流しキャンペーンみたいなも気狂ってんなと思いましたけどだからなんだろうねなんか よくわかんない活動家がなんか妨害しに行ってるよね。フランス開催で、このフランスの,この現地でなんかそういう、うん、ああまあでも東京五輪の時もなんか反対派って確かにいるにはいたね。うんまあ、そこまでなんか大々的に、ね、本格的になんかこの切れ散らかしたやつがそこまで大ごとにはならなかった、あるいはならないように取り締まってたのかもしれないですけども、フランスはフランスでなんかあの、 なんだっけテロリストがなんかこの何千人、5000人とか4000人とか5000人とかっていうニュース見たな。で実際、なんかこのインフラ、この交通もなんかこの破壊しに行った破壊テロ工作、火災なんかが発生して、あのほら有名なあの高速鉄道 TGV ってあるじゃないですか。あれがなんか止まったらしいですよね。うん、でそれにどうやら、えー、と日本の,あのほらなでしこジャパンの子たちがなんか巻き込まれて。 一時足止め食ったとかってなんかそういうニュースもありましたけどなんか現地、ちょっと一部混乱してるみたいですねうんであとまあそのインフラ交通も移動の話だけじゃなくてなんかこの選手村でこの食材が足らねえみたいな話まで出てきてえーどうなってんの <laughs> 食材が足らないんだってただ、よく見たら選手村じゃなくてえ要はこのなんていうのかな 選手村に食材のメインを提供したからかそのパリでいや違うな選手村のレストランも食材不足問題だから選手村で不足してるんだてできり近隣のお店で、うん、なんか選手村に全部なんか持ってかれちゃったからなんか品薄状態が続いてるみたいなそういう話かと思ったらやっぱり選手村だ。えー なんかこれ選手から苦情が出てるっていうからやっぱりなんか足らないんだね、うん、食事量が不十分なんだってだから味が美味しい美味しくないじゃなくて量が足らないえどういうことだろうビュッフェスタイルじゃないのかなうーんなんか卵と肉がら特に足らないなんていうそえー、そんなことありえんのそれもあれかなエアコンなんかこのスルーしたエコなこの 食材廃棄を生まないための、ね、ギリギリスレスレのむしろ足らないぐらいがちょうどいいんだみたいなそういうコンセプトでわざとやってんのかなそれはちょっとなんかやりすぎじゃねえまあそうなのかどうかわかりませんけどねエアコンの件だってそうだよな変な話だよって僕は思いましたけどうんあってことはさもう今日なんかもう一個のチャンネル別のチャンネルで見たあのねこの韓国のこの コリアアンフフードフェアあれ実は意外に <laughs> どさくさで流行るかもしれないな。ただ辛いもんばっかですけど。<laughs> 成績にこのなんか悪影響が出る可能性は高いと思いますけどへぇ。でね、もう一個はこの予想通りというかね、案の定出てきたのがこの段ボールベッド。このパリ五輪でもさ、採用されてるじゃないですか。うん、されてるんですけども。もう早速なんかね、しかもね、そのなんかこのはしゃいでいる様子をね、 いち早く、まあ、僕が見た限りでは、いち早く、ね、これ見たことから東京五輪でもおなじみだったっていう体でね、ね、うん、韓国メディアがいち早くこれを報じてるんですよ。まあ、報じ方はさすがだなっていう感じなんですけども、ただこれ、よく見るとね、ダンボールベッド、まあ、確かにねこの文句つけてくるやつ、それはいますよ、世界中からいろんな国、地域からいろんなやつが来てるからね。うん 東京五輪の時も言われてたけどさ、そもそもこの強度不足とかっていうのが、ね、だってみんな8人とか10人乗っかってぶっ壊しに行って壊れたら、俺見たことかっておかしいだろうって話もあったし、ね、そうじゃなくて、ほら、オリンピックって、ね、まあ、僕オリンピック参加したこと当然ですけど、ありませんよ。実際はどうなのかは分かりませんが、毎回毎回言われるじゃないですか。で実際、東京でも配られましたよね、ヒニング。うん ね、夜の祭典みたいなことをよく言われてるじゃん毎回毎回でそれになんかこの歯止めマッターをかけるためにこのなんかそういう用途ではこの不向きなこのベッド、まあ、確かにどう考えてもね、うん、そういうくつろげるコンセプトのそういう作りにはなってないわけじゃん、うん、だから結局そっちを、ね、楽しみにしていたっつったら変な話ですけども、うん、っていうやつらからは、ね、それは不評文句が入ってくる、ね だから文句垂れてるやつらは、ね、夜の祭典ではっちゃけられねえから文句つけてるやつらだろうって、東京の時も確か言われてたんですけど、ね、このパリ五輪でもなんかそういうふうに言われてるんですよね、どうも。うん、あと、このッそのベッド本体じゃないんですよ、クレームが言われてるのは、ベッド本体じゃなくて、 これどこのチームだったかな,なんかこの女子4、5人で、ね、あのこの強度をチェックみたいなそういういので,でなんかこの動画を上げてる子たちがいたんですけどその子たちは、ね、こんだけなんかど,んど,んどんどんやっても全然大丈夫なんて何にも問題ないじゃんっていう全然、強度、ね、足りてるよ、十分だよっていうなんか動画を上げてる子たちはいたんですけどものクレーム入れてる人たちが言ってるのはこの本体じゃなくてマットレスなんだよね。 マットレスがこなんかフィットしない、なんかもう、なんかこれはダメだ、嫌だみたいな。うん。マットレスに文句垂れてんだよね。うん。それはもうエアウィーヴに行ってくれよって感じなんですけども。うん。まあエアウィーヴっていうか、マットレス。ね。うん。マットレス、その気に食わなかったら、マットレスぐらいもう自分で用意したらいいんじゃないのって思いますけど。 っって思ったら実際にそういうつもりっていうかそういう対応をするみたいですよね、例えばアメリカとかは。うん、だか結局、日本のこの反日クソマスゴミなんかは、ね、この段ボールベッドそのものが、ね、世界中から不評で、ね、あの東京五輪でも散々だった、ね、あの段ボールベッド、またこのパリ五輪でも、ね、世界中から非難殺到みたいな体で記事書いてるんですよ。アホかなと。問題視されてるのはこのマットレスだよ、マットレス。 マットレスだって選手一人一人の好みにもよるからどうすることもできねえんじゃねえの一定のレベル水準以上にはどうしても、まあ、それはアスリートだからね記録がかかってるだろうからそれはちょっとでもそしたらもう自分でどうにかするしかないんじゃないのそこまで来たらうんねあ硬い硬いあまりにも硬すぎるそれはマットレスの問題でしょ、うん じゃあもう変えたらとしか言いようがないねこれでなんか反日クソマスなんか日本のダンボールベッドがパリでも不評みたいなそんな言い草おかしいだろうってうんダンボールベッド関係なくてマットレスの問題じゃんって思いますけどうんね柔らかいマットレス敷いても硬いってそれはマットレスが悪いんだろううん そういうことなんか日本のねこの西川さんとかになんかちゃんとしたの用意してもらったらもう全然ぐっすりなんじゃないのまあそりゃ多少根は張るだろうけどだからそういうところにこのケチったんじゃないの,このエコなオリンピックかなんか知らないけどエアコンケチるぐらいだからマットレスもケチってそうだよねうんこんなんでなんか段ボールベッド丸ごとなんか腐されても困るねうんでしかも日本の半日クスマスも今ねえ いち早く報じゃこの韓国メディアのこのなんか引用とかしちゃったりして何やってんだよこいつらは本当 <laughs>。きっしょうん、ということで今回は以上です